こんにちは、専門学校講師のいられさんです。今回のテーマはこちら、いられの新機能を使ったボタニカルフレームです。前回予告していた通り、声出しの動画でボタニカルフレームを作っていきたいと思います。早速作っていきたいところではあるんですが、前回声出しをしたことについていろんな反響をいただいたんですけれども、特に多かったのが、勝手に女性だと思ってましたっていう反応ですね。特にこちらの方は昔から私のチャンネルを見ていてくださっているんですけれども、だいぶ長い間勘違いさせてしまっていたかもしれません。すいません、男です。個人的には割と隠しているつもりはなかったんですけれども、デザインとか動画のテイストとかが女性っぽかったってことなんでしょうかね。ただ私が一番心配していた突然の声出しについては、意外と皆さん受け入れてくださっていて安心しました。よかったです。とまあそんなわけで、この動画も声出しでやっていきたいと思います。で、話をボタニカルフレームに戻しますけれども、先日アップデートされたイラストレーターの新機能を使って作っていきたいと思っています。新機能を使うことで今までできなかったことができるようになっているっていう感じなんで、その辺に注目してみてください。では行ってみましょう。このチャンネルではデザイナーを目指す人やセンスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。役に立つ情報だなと思ったら、友達や SNS などに拡散をお願いいたします。高評価とともにぜひポチッとお願いいたします。ボタニカルフレームって難しいですよね。葉っぱの形は捉えづらいし、いろんな角度の葉っぱがあるし、書き込みは多いしで、辛いところがめっちゃ多いんですよね。でも今回のやり方であれば順番にやっていけば大丈夫です。まずは葉っぱからやっていきましょう。葉っぱは長方形ツール長押しで出てくる楕円形ツール、こちらから書いていきます。楕円形ツールをドラッグして縦長の楕円を作ります。で、ペンツール長押しで出てくるアンカーポイントツール、こちらで上のアンカーポイントと下のアンカーポイントをクリックします。そうするとすでに葉っぱの形になりますよね。ここにまっすぐの線を引きましょう。直線ツールでいきます。直線ツールで上のアンカーポイントからまっすぐの線を引いて、これがベースの形になります。次に書き込みが多そうに見えるような手抜きをしていきたいと思います。全体を選んでシェイプ形成ツール、こちらですね。これで右側、こちらをクリックします。そうするとバラバラに分解された状態になります。で、こちらの塗りはウィンドウのスウォッチからパターンを塗りに指定していきたいと思います。スウォッチライブラリメニュー、パターン、ベーシック、ライン、こちらですね。ここにはボーダーだったりストライプだったり線に関係するような柄が並んでいます。一番ベーシックなこちらの一番左上のやつ、これにしたいと思います。そうするとこんな感じで葉っぱの半分だけがパターンになった状態になります。これだけでも書き込みが増えた感じになりますよね。でもボーダーだとちょっとイメージと違うかなって気もするので、ボーダーを斜めの線のパターンにしたいと思います。選択ツールでクリックして回転ツールダブルクリックします。そうすると回転のオプションが出てくるので、オブジェクトの変形のチェックを外します。このまま回転させると全部が回転しちゃうんですけれども、オブジェクトの変形のチェックを外すとパターンの変形だけのチェックになるので、ボーダーの柄だけが回転する形になります。で、OK すると
こんな感じでより葉っぱっぽくなるって感じですね。この葉っぱをコピーしてバリエーションを作っていきたいと思うんですが、その前にちょっとだけ回転させます。そうですね、まあ30度ぐらい、そこまで角度にこだわってはいませんが30度ぐらいでいきたいと思います。で、選択ツールで選んでコピーします。オルトまたはオプションを押しながら移動でコピーできますと。で、バリエーションをつけるときに便利なのが線幅ツール長押しで出てくるワープツールです。ワープツールはドラッグするとそっちの方向に引っ張られるようなツールになっています。ですので葉っぱの上の方を少し伸ばしてやるとちょっと葉っぱが伸びたの分かりますか。で、ここもちょっとこんな風にしてあげるとなんだか手書きのようなアナログ風の葉っぱになったのが分かりますか。ちょうどいいくらいのいびつさになるんですよね。私このツールが大好きでよく使うんですけれど、ショートカットがシフト押しながら R ですね。シフト R でショートカットができます。少しねじれるような方向にドラッグしてあげても葉っぱっぽい形になりますし、伸ばしながらいろんな角度の葉っぱを作成していきますと。こんなのもいいですね。コピーしてシフト R でドラッグしてどんどん葉っぱを増やしていきます。だいたい5個か6個ぐらい作るといいんじゃないかなと思うんですが、こんな感じでいってみたいと思います。で、出来上がったものをリフレクトツールで反転コピーします。このアンカーポイントのところでオルトまたはオプションキーを押しながらクリックするとちょうどその位置を軸に水平にコピーすることができます。で、コピークリックします。これで反転コピーができました。反転コピーした葉っぱはグループにしていきます。これでひとまとまりになるって感じですね。グループ、コントロールまたはコマンド G でグループなのでどんどんグループにしていって、ここから新機能を使っていきます。で、今回使う新機能がパス状オブジェクトツールです。この機能はその名の通りパスの上にオブジェクトを並べるツールです。つまり葉っぱのオブジェクトを茎となるパスの上に並べたらいいって感じですよね。ということで茎のパスを書いていきます。今回は鉛筆ツールでいきたいと思います。鉛筆ツールでさらっと書いて、で、こちらの葉っぱを全部選んでパス状オブジェクトツールで、ターゲットパスをクリックと書いてありますが、要するにどのパスに並べますかってことです。なので茎になるこちらのパスをクリックします。そうするとこんな感じでパスに並んでくれる。面白いですよね。で、ちょっとはみ出てますけれど、ここでスペースを調節することができます。葉っぱと葉っぱのスペースを調節することができますと。で、こちらの端に全て移動と書いてますけれども、ここで葉っぱの位置を変更することができます。もうかなりフレームっぽくなってきてますよね。この時注意しておきたいのが、何回かやり直したくなる時ってあると思うんですけれども、コピー元が残ってないっていうところがあったりするので、このね、最初のこの状態、この状態をぜひコピーしておくといいと思います。あとは先の方にも葉っぱが1枚欲しいと思うので、こちらの葉っぱを乗っけておきたいと思います。パス状オブジェクトツールは位置自体も移動することができたりするので、もし何か並びが気になるなっていう時はこんな風に変更することも可能です。あとはこれをフレームに仕上げていきます。では丸く配置してフレームにしていきます。パス状オブジェクトツールはこんな風に
パスを変形させてもしっかりついてきてくれるので、これを利用して丸い形に変形させていきたいと思います。楕円形ツールを選んでシフトドラッグで正円を書きます。で、これを乗せていきますと、丸を目安にカーブを調節しようと思ったんですけれど、割ともうカーブはいい感じになってるので、そのまま使ってしまいたいと思います。コピーして回転させて、一回り大きい形でいきましょうか。せっかくなんでこちらの丸もそのまま使っていきたいと思います。こんな感じでフレームの形に合わせますと。で、この丸も完全な丸じゃない方がいいかなというふうに思ってます。というのもボタニカルにはランダムさが足りないかなって気がしているんですよね。そもそもこのパス状オブジェクトツールがすごく綺麗で均一に並ぶツールだと思うんですよ。それはとてもいいことなんですけれども、ボタニカルにはちょっとランダムさが足りないかなという気がしているんですね。なんでこのベースとなる丸でちょっとランダムさを出したらいいかなと、いい感じに歪ませられるといいかなと思ってるんですね。で、歪みが欲しいときはパスの変形ラフ9ピクセルの詳細3の丸く、このぐらいの設定でいきたいと思います。整いすぎない感じがなんとなくいい感じに見えてくるかなと思います。あとはおまけで丸を3つ作りまして、謎の身として少し配置していくと雰囲気が良くなってくるかなと思うんですね。こんな感じで、あとは調節していくと、ということでボタニカルフレームの完成です。最終的に葉っぱの大きさなどを修正したんですけれども、なかなかいい感じにできたんじゃないでしょうか。今までであればブラシツールなんかを使って似た感じの操作をすることはできたんですけれども、パターンを使うことはできなかったので、新機能ならではのフレームの作り方ってことになります。以前の動画では別の方法も紹介しています。もしよければそちらの動画もご覧ください。新機能を使ったボタニカルフレームの作り方いかがでしたでしょうか。なかなか面白い新機能だったんじゃないでしょうか。よければ動画と一緒に皆さんも手を動かしながらやってみてください。今回の動画が参考になったっていう人は高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。すごいのは分かったけれども、そもそももっと基礎から教えてほしい、早くイラストレーターが使えるようになりたいっていう人は私の有料講座もおすすめです。概要欄にリンクがありますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter、X やブログもやっています。よければそちらもよろしくお願いいたします。また別の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。ではまた。